現れているというね、ことですね。でまあ、注目すべきですね、事柄神学の領域ですね、議論になるのはですね、この罪に対する神の怒りという問題ですね。で今日のですね、人間中心的なですね、社会や文化の中ではですね、こういう神の怒りというね、こういうことがなかなか受け入れられないというかね、いうことなんですね。それでまあ神学の中でもですね、どう言いますか、CH ドットね、まあテキストの中に書いてますけども、CH ドットね、ドットの中ですね、この償いというね、意味とですね、このなだめるというね、いう言葉をですね、区別して、この怒る神というね、そういう、まあ、イメージをですね、和らげようというね、そういう、まあ、傾向があります。だから私たちはね、神の愛を強調する説教、そして神の怒りにあまり触れない説教、罪にあまり触れない説教というものを聞くときにはね、ちょっと一つの傾向があるんじゃないかなというね、ことをちょっと、まあ、注意した方がいいと思いますね。アメリカでもですね、マージェントチャーチ運動とかね、そういうのがあってですね、その中では神様はそのね、怒って裁いて滅ぼすような方ではないという説教がね、結構評判になって、その本がベストセラーの一角を占めているというね、そういう、まあ、傾向がちょっとあるんですよね。だからまあそういうのは私たちからすれば、まあ、福音理解のね、変質というかね、この人間中心的な文化や社会の中で福音理解が変質する傾向がある。やはり私たちは聖書に掲示されているね、神様がご自身をこのありのまま明らかにしておられている、それをですね、理解するように努めるべきであってね、それをこう変えようとしてはならないね。その本質を変えずにね、本質を変質させずにね、変質させずにですね、このまあ適応するというかね、このいうことはいいことですね。コンテクシャルゼーションね、こう本質を変えずにね、そこからですね、こう金の橋をかけたり石の橋をかけたり鉄の橋をかけたりということは、その文化においてね、いいことですけどもね、本質をですね、変えてはいけないね。もう神が怒るなんてとか、古代の考え方だとかね、そんなふうにしたらもう福音全体がですね、こう福音理解全体がこの辺りが崩れてくるわけですよね、足元とかね。で、罪は大したことはない、ね、神はアイデアとかね、なってくるのでね、誰でも信じやすい、受け入れやすいかもしれないけども、それはですね、十字架が必要のない福音になってしまうね、ということですね。イエス様はそんなかすり傷ぐらいは別に死ななくてもよかったんじゃないかというね、罪がですね、その程度のものであればね、これは、昨日ちょっと来たそうですけども、ノークロス、ノークリシャリティというね、食材論の神学の聖書的な理解についてのね、まあ、論文集なんですけども、プラー神学校に資料、研究者のことなのにね、定期的に送ってくれるんですけども、ね、要するに十字架なしにですね、もはやそれはキリスト教ではないとね、いうことですよね。だから、こういうものがいたらね、構造がない福音というのはですね、もう福音ではないということですね。でもそういう傾向が
今日には強まっていると、ね、誰でも受け入れやすいけども、ね、ある学者が言いましたよね、誰でも受け入れやすい福音になっていっている傾向があるけども、誰にも魅力的でなくなっている、うん、受け入れやすくなるでこういうのを言わなくなる、罪とか、ね、言わなくなる、神のアイディア、ね、あ、そんなんやったらね、信じてみたらよかった、しかしそこに悔い改めも何もないね、値打ちがなくなるんですよ、ね、で、まあ、ジョージ・ガードね、これはフラー神学校の新約神学教ですけども、ね、やはりですね、私は聖書をちゃんと読むとですね、国に対する神の怒りがあってね、それに対してこう定めるという意味がね、このキラスコマイという言葉の中にはですね、あるんだと、ね、いうことがですね、この417、ね、あですね、419ね、ね、この神の罪、そして神の怒り、裁き、こういう問題は非常にどう言いますか、軽視される時代に入っているということなんですね。私たちはですね、御言葉をやっぱり真摯に受け止めないといけないということですね。正しい神観のもとに、ね、罪の問題、そして贖罪の問題をね、こう正しく受け止めないといけない、ね、そしてまあ、このそういうことをですね、背景にですね、こう私たちがこの福音理解のね、このずっとこうね、何十もの円のね、この中心部をね、私たちが見とるんですね、このどういう概念があるかということですね、419ページからになりますけれども、ね、キリストはですね、私たちのために身代わりとなられた、ね、身代わり、ねね、私たちにの、ねですね、罪のための身代わりの犠牲となられた、ね、そしてですね、この神の怒りをですね、正しい怒りをこのなだめられた、ね、そのことによって神と私たちはね、この和解させられたのである、ね、まあ、そういう、まあ、概念がですね、まあ、中心部にやってくる、ね、まあ、それぞれにですね、まあ、これはまあイザヤ53章、ね、まあ、エブル、ね、9章の6節から15節、ね、キリストの御業は旧約聖書の贖罪の日になぞらえられる、ね、キリストは犠牲を捧げた聖女に入った大祭司として描写されている、ね、旧約聖書ではですね、この繰り返しですね、ヤギや子羊の血が捧げられるわけですけども、キリストの犠牲はですね、永遠にただ一度の犠牲としてね、永遠に有効な、ね、犠牲ですね、神の永遠の大法廷でね、有効な唯一の犠牲としてね、この捧げられた食材であるということが、まあ、そこには記述されていると、ね、だから地上でこういうふうな、ね、資格教育がされましたけども、それはですね、この永遠にこの天的な、ね、この世界にあるですね、まあ、基本的な、まあ、いたら構造というかね、神と人間との関係の中にあるね、神様がおられる、ね、人間、どこ人間で罪の問題がある、それを、まあ、いたら解決するために食材が、ね、そしてこのそのことによって永遠に一度、ね、許されてる、ね、私たちはまあまあ、信じる前も信じた後も罪を犯す、大事な罪を犯すことがあるわけですけども、ね、永遠に有効な一つの受け入れであると、ね、いうことですよね。だからね、過去を振り返って罪を許される、将来を望み見てまたね、自分の罪が許されているという、ね、いうことですよね。もちろん、まあ、小さな悔い改めというかね、はですね、日々に、まあ、
必要ですけどね、しかし許された罪として悔い改めますのでね、まあ、なだめ、のところで、まあ、ね、第一ヨハネにもありましたけどね、第二のね、一章、ね、のから、まあ、二章にかけてね、神様は、ね、正しい裁判官で、ね、これは、まあ、永遠の大法、ね、ね、このね、罪人、ね、このイエス様がね、で律法ね、まあこれがまあ検察官のようなものですね。でまあここの描写ね、ページ426ページであれば、神は裁判官であると同時にですね、神は正しい裁判官でね、罪を誤りすることできないね、この神の瞬間ね、もっと分かったね。しかし同時にですね、この慈愛に満ちた方でもあるね。だから神様はね、この永遠の刑罰をですね、宣言するとのにですね、神はね、このその裁判官の衣を脱いで被告の代わりにですね、刑に服するというね、刑罰に服するというね。そういうお方であるね、神の義、ね、義なる裁判官。しかし神は愛と慈しみに満ちた方でね、この両面がですね、正しく語られないとこれは福音ではないということなんですね。でまあ、これも繰り返しになりますけども、あの431ページですね、この悪に対する勝利という食材ね、サタンと悪の力に対する神の勝利ですね、でこのですね、この賠償というのはですね、サタンにではなくね、神の正義の要求に対して下げられるね、神の律法がですね、あの義を要求しているわけですね、義をね、義を要求ね、ね、この構図変わらない。神様は御心を持っておられね、ひどうぞ私たちですね、神の御心に生きるようにね、御心そってこのひどうぞが管理するような人生を生きるようにね、ね、で私たちはですね、このまあそういう罪あるね、ものですからね、それをだからそのね、神の、まあ、犠牲、ね、この食材によって、ね、身代わりの食材によって、ね、許されるものであると、ね、許しがある、ね、これがローマ書の前半ですよね、ローマ、ね、1章から5章でね、でその時にですね、この、まあ、あのパウロは宣教のところにね、もし、ね、そうであればですね、罪を犯しても、まあ、許される、ね、許され続けない、で罪を犯そうということになるんじゃないかという反撃を受けたんですよね、ローマ5章の後半12節以下に出てきますよね。でその時にパウロはですね、後半の問題に答えて、ね、ローマの、ね、6章から、ね、8章、ね、でここでどういうことが語られているかですね、このね、私たちはですね、このね、この律法を放棄するのではない、ね、律法を全うするのではない、ね、で全うする方法がローマ6章から8章になるね、それはですね、私たちのうちのですね、うちにある肉の性質ね、肉の性質が、まあ、十字架につけられるね、そして私のうちに住んでおられるこの御霊がね、この
死人のような罪深い体を持つ私たちをキリストが蘇るために蘇らせるかのようにしてですね、復活の力で生かすのである、ね、そのことにおいて、ね、神の義を全うすることができるので、ね、こちらに関してはこの贖罪があるわけですよね、許しがね。しかし、ね、こちらに関しては御霊がおられるという現実ですよね。だからクリスチャン生活でも結構複雑なんですよね。だからこのね、許しね、許しとこのね、御霊の働きね、この現実をですね、経験していく奇跡の生活がクリスチャン生活ですね。だからまああなた方の義が律法学者パリサイ人の義に勝っていなければ神の国に入ることができない、ねね、根源的な、ね、解決と御霊による、ね、生き方がそこに提示されていることによって、ね、外側だけの、まあ、言ったらあの宗教生活じゃなくて、ね、根源的に、ね、御霊によって神の御心に生きることができるのであるという、ね、ことですね。絶えずこの葛藤の中にね、クリスチャンはですね、まあ、あの二重行動、まあ、クリスチャンは二重人格であると言われますけどね、まあ、そういう、まあ、レートリフの二重行動の中で、ね、生かされていくというね、いうことですね。だからこの身代金はですね、サタンに対して支払われたのではない、彼にはそういう権利はないと、ね、このね、まあ、サタンが利用するですね、律法のですね、こういうまあ呪いというかね、このね、クリスチャンなのどうしてというね、現実ね、まあ、肉にある存在ですから、ね、地上に行っている限りはね、肉的な罪深い性質をうちに宿している、そういう心の動きがね、絶えずこうありますからね、そういうまあ生命があるわけですけどね。しかし私たちはね、食材とともにですね、この御霊のもう一つの力の中にね、生かされているという面で解放されているのであるというね。サタンはまあそこにですね、いろいろ攻撃を批判をですね、この律法の陰に隠れてね、こうね、攻撃していますけどもね、私たちがね、こういう、まあ、二重の恵みの中にですね、私たちが自分を自己管理 していけばですね、この律法がですね、こうまあね、このを満たすという形でですね、律法の要求をね、効果的にね、サタンの攻撃力を根拠を、まあ、失わせるという面でサタンに勝利をするということですね。サタンの試合、ね、律法の呪い、ね、有罪宣告のもとに力を根源から無効にすることになります。ね、ね、だから、まあ、霊の戦いという面でも、まあ、あのそういう、まあ、言ったら、あの食材論的に、まあ、あの理解することによってね、非常に、まあ、安定した戦いを、まあ、構築できるということですね。まあ、この辺またね、いろいろ考えてもらうからね。はい、まあそういうところですね、このキリストはね、この私たちの身代わりになってね、犠牲を払われてね、で神の正しい限りをなだめてね、この神との和解をね、でこのまあ理解はですね、まあ、あの 説で言えばですね、刑罰大小説というんですね、刑罰大小説ね、まあこれはカルバの宗教改革の時に、まあ、非常に明確に確立していった、まあ、理解というですね、神様は、ね、この、ね、この手で清い方ね、私たちは、まあ、罪の和解ね。しかし、ね、神様は正しさの意味で、その、まあ、刑罰を罰せないといけない、ね。しかしですね、神様は同時に、ね、
この身代わりのですね、キリストを備えられてですね、その犠牲によってね、その神の義のね、怒りをなだめてね、そして和解させられるというね、代償的な刑罰によってね、この私たちの罪は許されるね、という、まあ、食材をね、これがまあ、こういう、カルテパンの中でもね、歴史的な食材の展開の中でね、書いてあってね、非常に、教えられるですね。こんな言葉がね、非常に、神の怒りとは神の恵みである、ね、それはひどい悲哀に悩んだ神の恩寵である、それは苦悩を経て表現された神の愛である、ね、神様のこの辺のね、非常に複雑なね、真理をね、よく表現しているね、こういう言葉がね、あちこちに書いてある本ですけどね、非常に教えられるね、そういうところでね、大切な、エリクソンの全部をね、身につけることできないのでね、こう、なんていうか、言葉だのようにね、なんかこう、短い文章をね、特に大事だと思う何かそういう文章をね、こうチェックしてね、それをなんか自分の血と肉となるようにね、何かこう心に蓄えていかれたらね、それが非常に説教の肥やしになりますんでね、そういうところもぜひ心にしていただきますね。はい、ここまで。生きていくことができるように、聖霊様どうか導き助けてくださいね。この祈りを感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。